神田のラジオタイミング悪く LINE が来たマネージャーさんでした。神田のラジオ、訳してダマラジオ、始まりました。第62回目というわけで、今年2020年ラストのダマラジオでございます。今年1年は全然更新できておりませんでしたが、ダマラジオね、全然ね、去年よりもさらに更新、ちょっと待って、更新できてませんでしたが、ちょっと待って、唇がね、カッサカサだね。できておりませんでしたが、去年同様、最後はダマラジオで年の終わりの YouTube を締めたいと思います。というわけで、前回が12月1日ですね。1ヶ月は経ってないですが、1ヶ月は経ってしまいましたね。1ヶ月約経ってしまいました。遅くなってしまって申し訳ございません。まあこの1ヶ月は私自身はもういろいろと身の回りの整理が本当にたくさんございまして、もういろいろと、もういろいろと駆け回りました。はい、来年に向けての準備が整いつつある感じでございます。本当は本来ここのダマラジオで発表することがあったんだけど、ちょっと待ってくれっていうのがあったので、今日話したかった内容はまた来年1月中にアップしたいと思いますが、来年からはですね、また新たにいろいろと始めて、もう一回自分自身がこう、なんだろうな、こう新たな階段を上る年っていうので、こう努めていけたらなと思っている次第でございます。はい、なので来年の上半期はいろいろとね、学ぶ期間にしたくて、免許もなんやかんやで行けてなくてとかもあったから、あと取りたかった資格とかそういうのに向けて励みたいと思って、いろいろ今資料請求だったりをしながら、銀行行ったり郵便局行ったり、なんかいろいろしてる感じでございますので、まあまた落ち着いたらお話ししたいと思います。てな感じで、まあ最近忘年会の動画を上げて、そこでも結構喋り倒してるので、動画でね使った部分は少ないけど、もう喋り倒しすぎて何喋ろうかなって感じで、迷子状態なので早速質問の方に行きたいと思います。というわけで、神田マの質問コーナー。このコーナーですね、神田マが、ダマラジオに来た、質問や、ご相談に勝手に答えていくコーナーでございます。いつもコメントありがとうございます。たくさん、まあこうやって時間が空いちゃうにもかかわらず、一人の一人の方が向き合ってくださって本当に嬉しく思います。はい、ありがとうございます。さあでは行きますよ。でね、こんばんは、こんばんは。2度目のコメントです。いらっしゃいませ。以前子供の頃に母親から言われた心ない一言で、人を好きになることができなかった私が神田さんの言葉に勇気づけられ、初めてちゃんと好きだと思える人と付き合うことができたとコメントさせていただきました。その彼との関係について少し長くなりますが相談させてください。はい、出会ってからずっとお互いの家が車で1時間以上かかるところにあり、なかなか頻繁に会うことはできなかったのですが、今年に入り私が転職し彼も異動になり、たまたまお互いの職場が徒歩5分圏内のところになりました。今までよりも会えると喜んだものの、今までと会う頻度は変わらず2ヶ月に1度程度、こちらから連絡をしないと連絡もなく、到底付き合っているとは思えない状況でした。私は彼のことが好きですが、曖昧な関係で精神的に疲れてしまい、別れを覚悟で話し合いをしました。一度目は謝ってくれて改善すると言ってくれましたが、しばらくしたらまた元の状態に戻り、二度目泣きながら思っていることをまっすぐ伝えました。すると大切に思ってないわけじゃない、別れたくないと言ってくれたので、今現在もお付き合いは続けている状態ですが、また丸1ヶ月以上会っていません。連絡もほとんど取らず、本当に大切に思っているのか分かりません。付き合うってお互いに思い合い支え合うことではないでしょうか。最近はいつまでもダラダラと今の関係を続けていくのは時間の無駄かもしれないと思い始めました。他に私のことを好きでいてくれて大事にしてくれる人が近くにいるのですが、その人に大切にされればされるほど好きな人に大切にしてもらえない自分が惨めで情けなくて泣けてきてしまいます。もうやめてしまった方がいいのでしょうか。神田さんが今のパートナーの方と向き合えるきっかけや爪痕作戦振り向かせるためにしたことも少し詳しく教えていただければ嬉しいです。かなりの長文になってしまいごめんなさい。とんでもないです。
神奈川さんのストレートの言葉でお返事いただければ幸いです。綺麗にかっこよくなり続けている神奈川さん、これからも応援しています。頑張ってください。嬉しい言葉ありがとうございます。そうね、すごいすごい気持ちがよく、あのすごい痛いくらいに気持ちがよくわかります。その職場が5分圏内とは言ったものの、まあ、情勢が情勢で移動もあって、彼の方でストレスが溜まっている部分があって、そこは彼女に見せたくないのかなっていうのを思ったりもするのと、今までのペースをなかなか新しいペースにするのって難しいじゃん。からなんかうまくそう彼の方は切り替えができてなくて、この方のなんだろうな、この方が連絡してくれるとか、この方の行動に甘えてしまっている部分はあるのかもしれないなっていうのがまず率直に思ったこと、うん、で、連絡の頻度が愛情ではないとは思うんです。会った時にどういうことをどういう行動をしてくれるかに重点を置いて考えて、もう一度彼と向き合ってみるのがいいんじゃないかなって思いました。うん、こう私もさ、こう支え合うことが付き合うことって思っていたから、なんかそう、これもう付き合ってるって言えないっていうのはとってもよくわかるしね、近くそういう時にさいるんだよね、近くにねでもさ、自分が好きなのはこっちだし、そういう時にさ、こう自分がどういう恋愛を求めるかとかもさ超考えるじゃん。追われる恋が好きなのか追う恋が好きなのか、でも付き合ってるから追う追われるとか関係ないしみたいなあるよね、うん、で私はもうその普段の連絡が少ないことに対してはもう私も一回言って、でもそこは改善されなかったから、その会った時にどれだけ自分の印象を残せるかっていうのを本当にかけていて、連絡のペースはさ彼のペースに持ってかれてたから、じゃあそのね、会えた時に手紙を用意しとくとかだったの。私こうサプライズで貢ぎ屋さんみたいな感じになってたと思うけど、その貢ぐっていう額じゃないけど、疲れてそうだったらなんか好きなもの、お菓子、コンビニで買える系の買える程度のお菓子だけどとか持ってくとか、会った時にこう帰り際に手紙を渡す。もう手紙ばっかやってた気がするこれを読んでる時はもう私は帰っている時だと思うけどみたいな感じで帰った。私はきっと今日すごい楽しくて、今日楽しみにしてこの日のためにすごい仕事も頑張ってきてみたいな、で今日という日があったから頑張れたのみたいなのをすごい手紙で書いてたのと、あとあれですね、あの向こうがいくらキャッチボール返ってこなかったとしても自分が好きなのには変わりないから、なんか好きなところを箇条書きでブワって書いたので、最後にあの好きじゃないところを書いて、連絡が全然来ないし会える日会いにも来てくれないから何考えてるか分かんないところとかっていうのをなんか言葉で言って伝わんないから、もう文章でこう送りつける。でもそれが LINE だとなんかなんだろうな、ちょっと伝わらないところもあるから文章で書いてみたいな、何直接会った時も言うけど、それでも聞いてないからこう手紙で押すみたいなすっげえしつこいやつだったと思うけどなんかそんな感じでやってましたね。あとはもういろんなメイクも研究して、いろんな、なんかさコロコロ変わる人ってさ、なんかすごい飽きが来なくないですか勝手な個人的なあれかもしれないけど、例えば友達のコリって毎回会うたんびに髪の毛が長くなってたり、エクステつけてね短くなってたり、カラーが暗くなってたり明るくなってたり、爪のデザインが白っぽいのからピンクっぽいのかベージュとかになっててコロコロ変わってたんだよね。そういうなんか変化が、相手の変化って気づけない人もいるけど、少なからずなんかそうやって会うたんびにアップデートされて
くと印象に残るかなっていうのを思ってて、なんかそういうのはやってた。言うてもね、服装はね自分の好きないつも黒だったけど、なんかそう、なんかそういう風にやってましたね。あとでもまあ基本電話はしなかったですけど、電話が好きじゃないっていうのを言われてたのであれですけど、うん、かな。で最終的にはもう東京大神宮に神頼みだったんですけど、本当にあのこの人のこの方の状況になって私も東京大神宮ですよ。なそのすごい何アプローチしてくれる人がいたわけじゃないけど、そんな感じかな。もう多分すごいすごいすごいしつこい女だったと思います。しつこすぎて逃げられてもおかしくないレベル の連絡がしつこいではない、あの連絡はしつこくはしてないですよ。帰ってこないから連打で送るとか一切しなくて、連絡のそのなんだ頻度とかは完全に向こうのペースに持ってったけど、会った時はもう完全に9対1くらいでもこっちのペースよね。あとその会った時も何もしてくれないのが嫌じゃないですか。結果的に会った時も自分だけがその9対1だけどさ、その9対1っていうのはさ、自分がさ好き好きっていうのをさアピールすることであってさ、じゃあお店どこ行くとかも全部もうここ予約したからみたいなのはなんか一方的すぎるなって思ったから、 LINE のノートにね、本当にうざいかもしれないんだけど、あの今私行きたいところリストとかを勝手に送ってさ、この中からどこか連れてってくださいっていう意味も込めて、このご飯屋さんとかすっごい調べて、こういうのがここ食べたいとかバッティングセンター行きたいとかやってました。もう全然それもあれだったけど、そのノートが発揮されたのは向こうがすごい向き合ってくれ出してからだけど、じゃあその向き合い出す前っていうのは本当手紙ばっかでした。本当に手紙ばっかり。あと、まあ、いやらしい話、そのなんだやっぱ心配してくれるってすごい、なんだろうな、親以外はそんなにね当たり前のことじゃないと思うんだけど、でも大事な人ってさ、友達とかもなんか例えば仕事終わりの連絡がすごい遅い時間だったりしたらさ、まあ、仕事終わって飲みに行っての連絡だったかもしれないけどさ、そういう事情は別に勘ぐる必要はなくて、遅くまでお疲れとか、なんか体調無理しないでねとか、なんかそういう気遣いはこう頑張ってしてました。してましたかな。そんくらいしかでも覚えてないな、なんか、うん、そんな感じで詳しく、これで詳しくなってますかね。言うても空白の、それこそさ、私もその全然連絡取れなくてさ、1ヶ月以上会えないのは当たり前でさ、その1ヶ月経ってその自分が毎回ね大阪に行ってみたいな感じでやってたから、そんなにあれなんだけど、だから、うん、思い返しても手紙とその身だしなみのアップグレードしか思い出せないけど、そんな感じです。はいです。はい。でこの方も本当に大変だと思うんですよ。だからなんかその仕事が大変だなんて言い訳じゃねえかよって思ったりもすると思うんだけど、まあなんか女性の方がそこは器用なのかな、私の方が器用なのかなって思って、なんかちょっとここ美味しそうって聞いたから一回行ってみようよとかさ、なんかそういう気楽な感じで会える空間をまず作ってみて、そこで彼がどう行動してくれるかっていうところもなんか見れたらいいんじゃないかなと思いました。はい。まあその私が今のパートナーと向き合えるきっかけっていうのも、私が彼のことを好きすぎて諦められなかったっていうのが一番です。っていう感じでございます。はい、次いてね。かんなまさん、こんにちは。こんにちは。いつも動画楽しみにしています。ありがとうございます。初めてコメントご相談させていただきます。はい。私は大学2年生で来月の31日で20歳になります。今までずっと共学に通っていました。しかし彼氏ができたことがありません。中学生で告白していただいたことが最後で、
振ってしまいました。それ以外本当に恋愛に関して何もありません。周りは今いなくても過去に経験があったりなど何かしらあります。彼氏が欲しいとかそういうことではないのですが、これからに対しての不安や焦りを感じています。友達は親から怖そう、話しかけづらい、顔が可愛い系統じゃなくて美人顔だから過去多分お世辞ですがなど言われます。体型に関しても160センチで、今は大学のチアリーディング過去人を投げたりする方ですをしているので美容体重をキープしています。これからどうしたらいいのか分かりません。何かアドバイスいただけると嬉しいです。これからも頑張ってください。マスク生活が終わったらイズスタイルのレッドブラウン購入予定です。応援しています。ありがとうございます。なんか今パッて思い浮かんだのは、私渡辺直美さんの動画を見るのが好きでちょいちょい見てるんだけど、その中で渡辺直美さんが言ってたのが、なんか恋愛に対して行動する勇気を若いうちに持っとけばよかったって言ってて、こう年を重ねるごとにその勇気がねなかなか出づらいみたいな、ちょっとこれ見たのがちょっと前だから正確にはお伝えできないんだけどっていうことを言っていて、二十歳で経験がないっていうのを恥ずかしがる必要はなくて、何歳でもなんか人生やり直しは効くっていうのをとっても思うんです。例えばシビアで重い話になっちゃうかもしれないんだけど、私結婚発表して今まで独身でそうやって皆さんに言わずにやってきたところもある中で、まあ自分の事情なんて置いといて、傍から見たらそりゃそうだろうなみたいな感じだったじゃないですか。で、あ、もう私 SNS できないな、怖いなっていうのをすごい思ってしまって、なんか超悩んだんですね。でももう一回ゼロから頑張ろうとか、そこ今まではこうだったけど別にいいじゃん、こっからまた頑張ればいいじゃんってすごい周りの人が助けてくれてから気持ちを新たに頑張れ出せたんですけど、でもそこで抱いた恐怖心ってすごい、結構ね SNS 開くのも怖くなっちゃって、全部自業自得だけどってことがあったんですけど、今じゃあ2020年が終わる半年以上経った今、なんか続けててよかったなって純粋に思うんです。だから二十歳までの時は頑張れなかったことでも二十歳からやり直せるっていうのは全然あると思うんだ。で、なんかその友達や親から怖そう、話しかけづらいっていう、私はそれすごい言われてきて、怖いって言われるの嫌なの、怖いって言われることが怖いのあ、なんかなんだろうな、なんか見た目で判断しないでよって思いながら、から必要以上に初対面の人には自分から話しかけようとかも結構徹底してるんだけど、意識して。でもなんかこうその強いのもさ、なんだろうな、私からしたらこの方のすごい特徴、個性だし、他の人がなかなか持てない武器じゃないですか。多分そのスタイルがいいのもあるし、顔立ちがあの美人系だから、なんかそりゃね、なんかなんちゅうの、こう今の時代ほら何、吉岡里帆さんとかさ、石原さとみさんとか、ちょっとほんわかなちょっと可愛い系のこう女性がモテる世の中ですけれども、昔はもう眉毛が細くてちょっと強めな女性がモテたようにさ、なんかこうそこの需要もあるわけだし、何よりも自信を持ってほしいし、まあ自信を持つって簡単に言っちゃうけど難しいんだけどね。でもこれからどうしたらいいのかは、なんかその自分を受け止めて、とにかくじゃあ怖いって言われないように口角上げとこうとか、なんか自分から話しかけようとか挨拶しようとか、なんかそういう一個一個を積み重ねていけば、なんか恋愛のタイミングは何歳になっても全然いいと思うんだ、うん、って私は思う。そういう経験を今までしてこなかった分、その時間みんなが恋愛に割いてた分、他の時間で楽しい思い出いっぱいできてるだろうし、それはそれで自分の大事な思い出として取っといて、じゃあこっからの二十歳からは自分のこう引き出しって言い方おかしいね、フォルダの一個、恋愛がちゃんと増えるようにこう一歩一歩なんかやっていけたらいいんじゃないかなって思うな。
不安を思っちゃうことはしょうがないけど、焦りは感じ、焦る必要はないと思いますかなって思う。恋愛、そうね、恋愛で焦ることもあるかもしれないけど、なんか焦ってもいいことないし、自分が好きな自分でいれば、その自分を好きになってくれる人がいたり、こう自分が好きな自分で居続けることで、自分が誰かに惚れた時も、今の私は自分自身が好きな私だから大丈夫、行こうっつって勝負に出られるかもしれないし、なんかそういう風に転換してったらいいんじゃないかなって思いました。はい、うまく言えないですが以上でございます。はい、最後の歌で不覚にはなんか泣いたっていうの DM でももらったけど、やっぱ人肌恋しい1年だったよね2020年。思う。でなんか入籍、ちょっといきなり話変わるけど、入籍しないんですかっていう、入籍に関してはおなえがイーズスタイルのスペシャル限定ボックスを購入してくれた方のみ、購入できた方のみにのに向けた生配信ではお伝えしているのですが、今こうやって公の場では言えない諸事情がありまして、全然仕事とかじゃなくて、ただなんかそのなんだろうな、私が大阪に来た、来ることのなんだろう、来ることでの私自身の覚悟だったり、来ても平気だって思ったパートナーからの安心感だったりで、この情勢の中で結婚っていうのは、まあ、法律的にはね、2人がゴーって言ったらゴーできるものなんだけれども、世の中そんなうまくいかないし、すごい世の中の言い方をなんだうまく利用して言っちゃうと、まあ多様性のダイバーシティな世の中だから、そこはいいよねっていう本当にうまく言えない、言いたいんだけど言えない、言わなくてもいいことと言っていいこと、言っちゃいけないこと、なんだろうな、こう私が本当に独り身の時は何でもかんでも言えてました。言葉遣いも無限に、まあ今も言葉遣いは悪いけど、無限に悪くできるし、でも情報発信をする上で、こうなんだろうな、パートナーとのことっていうのは私一人で言うことじゃないし、言えることでもないし、でもそこを言わないからって私らが、まあ言われてもおかしくないような状況ではあるけれども、そこは本当にいろんな情、いろんなことがあって、私たちが今、じゃあ私もじゃあなんでこういう状況をこうやって言えないって言ってるのかっていうのとかもあるわけで、なんかそこはそっとしておいてもらえると嬉しいなっていう、まあ何のことって思われてもしょうがないんだけど、何があんのみたいな思われてもしょうがないんだけど、それこそね、怖くて言えないんだだから私は言わないっていう選択肢を取ってるんだけど、じゃあ入籍したとしても、入籍今してたとしても、してなくとしても、これから先も私は動画上でパートナーと呼び続けるのは確かで、この間それをなんでパートナーって呼ぶんですかってすごい質問が来るから、それをね、どうやってこう伝えればいいんだろうなと思って、まあ最初にパートナーって言い出したのは本当にパートナーって感じだからっていうのももちろんあったし、で一緒に住み出して、じゃあ旦那って呼び出しても全然私らの中ではおかしいことじゃないしっていうのがある中で、でも私はパートナーって呼んでるのにも意味があって、それこそなんだろうな、私の周りにはいろんな方たちがいるんですよ、同性愛者だったり、まあ、いろんな方がいるんだよね、なんだろうな、なんかそこでパートナーっていうのが私は一番しっくりきたわけですよね。なんか特定しないじゃん、性別とかも特定しないし、こうこの間ツイッターにうまく
すごい、ツイッターのさ140字でまとめるので一生懸命文章を考えたんだけど、ツイッターに飛ばないと今は冷静に言えないくらい、その時にすごい集中して文章を整理してやったんだけど、まあツイッターを遡れば出てくるけど、まあいいや。まあなんかそういう感じなんですよ。なんか私が、まあ、発表しないからそうやって言われるのはもちろんね、言われてもしょうがないんだけど、言われ続けてもいいけど、なんか最近もなんか結構きつめの言葉とか来て削除してるんだけど、まあ旗から見たらしょうがないよねっていう感じのことだったりもするけど、なんかそう今こうやってダラダラ喋ってて本当に言えないっていう状況だけお伝え伝わったら、伝わってくれたら嬉しいですが、私らは平和でこう同じベクトルを向いて歩んでおります。はい、私が出張で東京にいようが、彼が出張でどこどこ県にいようが、同じ目的地をずっと向き続けてる状態ですね。はい、なんか何歳の時にこうなってようとかそういう話とかもすごいしてて平和ですのでなんかそこはまあわがままなお願いになっちゃうんだけど、なんか言えないんだ神玉で、まあそんな感じで伝わってもらえると嬉しいです。多分これね、小説とかね映画にしたらね、みんなとんでもなく、まあ小説とか映画にしたらって言っちゃうのもあれだけど、まあなんかそんな感じでいいよはい、次でね、神玉さんこんにちは。こんにちは、いつも動画を拝見しています。ありがとうございます。神玉さんの物事の考え方やファッションが大好きです。嬉しいです。相談させてください。はい、遠距離恋愛中の彼とコロナの影響でほとんど会えない日々が続いております。私は地方で、彼は東京に住んでいます。彼はいつでも会いに行くよと言ってくれるのですが、感染症が広まっている今、東京から長距離を移動して会いに来てもらうのはためらわれ、私が今会うのはやめようと言ってしまうことが多いです。自分で会わないことを選んでいるのに、彼が東京近辺の友達と旅行に行っていたり、他の友人カップルがデートの様子を SNS に投稿していたりすると、なんとなくモヤモヤしてしまいます。遠距離恋愛って難しいですね。神玉さんならこんな時どうやって乗り越えますか。読んでいただきありがとうございました。これからも応援しています。ありがとうございます。私だったらもうテレビ電話とかで一緒に映画とか見たりしながら耐えるな地方ってどこを地方って言ったらいいかわかんないけど、東京に出てきてる友達とかの話を聞いて、やっぱ帰るのは家族に迷惑をかけちゃうとかっていうのもあって、みんな帰ってないしっていうので、なんか、うん、そういう時間だからこそこうテレビ電話でできることっていうのを最大限やっていくかな。この方を思ってくれる彼だったら、周りの人を大事にしてるんだな、俺の彼女いい子だなってなると思う。うん、実際にね、彼の友達やね、これ私の友達だ高校の同級生の友、あれのお話か。そいつは中部地方にいて、で彼女も中部地、その彼は中部地方の賑やかなところにいて、その彼女はちょっと離れたところ、中部じゃない、近畿か、近畿と中部地方みたいな感じの距離感で、で彼女はすぐ会いに来たいっつって、会いに行く行くってなるんだけど、その様子を見て彼が、あ、この子はそういう自分がこうなっちゃったらっていうのを考えないんだっつって、なんか距離を置きたいっていうのがあった。4月5月の時の話だけど、テレビ電話でさ、ズームとかでみんなでワッチャー飲んでる時に、いやーこれがさみたいな話をしてたのを私は覚えているから、そういうこうやって周りの人を大事にしようっていう姿勢っていうのは、うん、まあ人によってはすごく印象の受け取り方が全然違うけど、私はすごいプラスだなとは思うけど、やっぱ寂しいよね。なんかその自粛期間とかもさ、彼女ん家に泊まりに行ってたっていう、その東京内での話とか聞いても、マジでみたいな風に思ってたから、なんか
モヤモヤしちゃうのもとってもわかる。私がこの方だったら自分のあの何楽しみを見つけて乗り越えるかな。次会った時の喜び半端ないだろうから、それこそ自分磨きしてみたいな感じで、こうテレビ電話越しでもさ、あれどんどん可愛くなってってるって思われたいから、そう、そんな感じで過ごしたいなって思うなって思います。今日なんかすごい話がまとまんなくて、一個一個すごい長くなっちゃってて聞きにくいかもしれない、申し訳ないです。ちょっと前髪も乱れてますしね、ちょっとすみません、完全オフなんですよね、すみません。はい、次でね、神奈川さんこんばんは。こんばんは。いつも動画更新を待ちわびてる23歳です。ありがとうございます。自分の考えがしっかりある、神奈川さんの意見を聞きたいので相談させてください。はい、しっかりあるっていうか頑固なだけなんだけど、私は今デザイナーを目指すために個人のデザイン事務所にインターン生として週4で通いながら地元でアルバイトをしています。今の事務所に通い出して5ヶ月経ったのですが、当初私の担当していただいてたデザイナーさんのことが気になっています。彼はいつでも誰にでも優しくて、関西出身だからおしゃべりが上手で面白い人なのですが、どこか他人に興味がなさそうな、恋愛はかなり奥手そうな感じの人、28歳です。仕事中に良くないのですが、かなり目で追ってしまっている自分がいて、なんだか目が合うような気もするけど避けられている気もします。できれば食事に誘ったり何かしらアクションを起こしたいけど、インターン生とデザイナーさんとの立場的距離がありすぎたり、忙しすぎて話す暇が全くない。過去私の担当デザイナーさんが変わってかれこれ2ヶ月くらい話していない状況で、何もできずに立ち止まっています。それにそんなこと考えながら仕事していたのと思われるのが一番嫌で、今の事務所もあと半年くらいで出ようと思っているので、時間もそんなにないなと思っています。神玉さんならこの恋を諦めますか、何かしらの行動を取りますか、後者ならどのような行動を取りますか。長々と申し訳ないですが答えていただけると幸いです。彼のこともっと知りたいもっと知りたいなら何かしらの行動取っちゃいなよなんかさ、こういうさ、男性っていうか、こういう方の、この方の好きな人のタイプってさ、2人でいる時さ全然違くない多分もっと、あ、こういうところあるんだって知って、どん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 興味が湧いていくと思うんだけどな。まず LINE を聞くまず連絡先を聞く。連絡先聞けないならとりあえずインスタとかツイッターとかなんか SNS でつながる、で DM を送るかな。そんなこと考えながら仕事していたのと思われるのは私は全然いいだってそんくらいなんか気になっちゃったんですもん、はっはーっつって言っちゃうかな。私だったらもう連絡先はすぐゲットするし、それで連絡を取る習慣をつける。目で追っちゃってるならなおさら連絡先聞いて、すいません、なんかすごい気になっちゃってみたいな、あの気になるって本当悪い意味じゃなくて、あの本当に個人的にみたいな、本当に気になっちゃってみたいな、もっとお話ししたいなと思ってすいません聞いちゃいましたみたいな。年下だからよりなんか許されるでしょ、こういう時ね。えなんかいいよ、なんか可愛いよ、なんかねえ、なんかずっと言ってるね今日。私だったらもうグイグイイノシシで行きます。はい、なんかさ、このちょっと寒いな、ちょっと靴下持ってくる。なんかこの情勢になってさ、すごいいい部分と悪い部分と明確になったと思うんだけど、なんか私自身こう時間って、本当にこの方もさ、もうすぐ事務所を出ようとしてるって言ってるしさ、なんか時間って本当にあっという間なんだなっていうのも感じてるし、今思ったら行動した方がいいんだなっていうのを改めて感じているんですから、もう諦めも多分つかないと思うし、このままだったらとりあえず連絡を取って、一番嫌だっていうところを一回こうちょっと勇気を出してこうガッといけば私はいいんじゃないかなって思うな、うん、大丈夫だよ。最初の方でも言ったけど、マジでやり直しなんていくらでも聞くから
今までだってそうだよ、なんか仕事ではもう本当にこれやっちまったなっていう時とかも、その後どうするかで状況って変わるし、その後もずっとズルズルいっちゃうとどんどん落ちてくけど、よしこれはもう絶対こういうことやらないとか、まあ、絶対と思っちゃうとすごい自分追い込んじゃうんだけど、次はこういう風にならないようにしようとか、なんかそうやって切り替えていけば大丈夫から、今を後悔しないようにしてほしいなって思いました。はい、頑張ってください。はい、次ででん、神玉さんこんにちは。こんにちは。私はしょっちゅう人を好きになりませんが、最近好きな人ができました。はい、その彼は高校1年生過去現在高3ですの時から知っていて、普通に仲のいい友達です。私は学校ではお笑い担当みたいなポジションで、その彼には全く恋愛対象として見られていません。 LINE もずっとしていたのですが、彼の送ってくる LINE の文面から私に全く気がないんだなと分かり辛く、また彼との LINE で一喜一憂するのに疲れ LINE を終わらせました。でも私は彼のことが好きで、どうにか振り向かせたいと思っています。長々と申し訳ありません。神奈川さんなりのアドバイスをもらえたら幸いです。これさ、同じ学校ってことよね。なんかさ、学校やっぱその身だしなみって一個の武器じゃん。それもあるしさ、なんかそのちょっと一回さ、学校ではさ、私こういうキャラだけどさ、たまにはさ、ちょっとさ、弱音吐かせてよみたいなのとかどうどうとか言ってコリがやりそうなテクニックだけどなんかちょっと相談事とかして、この LINE のあれとか変えてみたら、なんかお前にもそんな悩みあるのとかって、そういうね、こうなんか学校で明るい子に対してさ、こう男性ってね、こうえそういう感じなの、チュチュみたいなさ、ちゃちゃ入れてくる感じだけどさ、そうなんだけどみたいな、一回だからデートデートってそこで言っちゃうんで、ね、そこで一回ちょっとさ、ご飯付き合ってみたいなとか、どうダメかな、ちょっと高校時代、そうね、高校時代モテそうだけどね、お笑い担当のポジションって、お笑い担当みたいなポジション、恋愛、あでも私だったら身だしなみでちょっと、あれなんかこいつ雰囲気変わったって思われたいのと、なんか2人だけの LINE でなんかそういうちょっと外では見せない姿をちょっと見せたいなって思う、うん、どうにか振り向かせたいなら、こう片っ端からできる、もうそうやってなんか、わあ本当に髪綺麗だなあいつって思われるのでもいいさ、なんかそういうなんかね、ちょっとイメチェンしてく感じね。本当はさ、自分の好きなものとか変えたくないんだけどさ、でもさ、ちょっとなんかね、ちょっとやっぱそこは使っていきたいよね、うん、って思いました。はい、頑張ってください。なんか ADHD 私なんて言ってたんだろう言えてなかったのかなまあいいや。はい、次でデンカンナマさん、いつも楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。コロナをきっかけに外国人の彼氏と遠距離恋愛になってしまいました。うん、隔週くらいで電話していますが、寂しさやすれ違いで少しずつ疲れてきたなっていう感じです。遠距離恋愛でのコツなどありますでしょうか。他の人を探しまくるのはどこかためらいがある一方で、承認欲求もあるっていうわがままの悩みです。仕事や趣味に没頭するのが早いんですかね。点々、自己解決私はそれですね、うん、疲れた時は離れるのが一番だ、うん、無理にそこでね頑張る必要もないし、でも本当にこの人とずっと、まあ、海外の人の考え方わかんないけどね、わかんないけど、でも自分のペースで相手と連絡取るのは大事だと思うな、うん、ね、なんかその海外とかってなると、うん、疲れるよね、マジ疲れるよね疲れるよ、うん、承認欲求はね誰にでもあるよ。なんかその SNS の承認欲求とは別よ。やっぱ人ってさ、必要とされたいとかってさあるじゃん。でもね、仕事や趣味に没頭するのがマジで早い。私はもう
大阪にいる時にずっとほぼほぼね引きこもってるわけなんですけれども、本当に没頭してます。最近はスイッチのマリオパーティー没頭してます寝る前に60分の10ターンのやつをやって寝る。目に悪いね。なんかそういう自分が、あ、これ楽しいって思えるものをなんか見つけるとちょっとは休めるんじゃないかなって思うな。てか休んだ方がいいと思う。遠距離恋愛のコツは私も分かんないよ。分かんないけどさ、疲れちゃったら終わりだと思うんだよね。自己解決と同じことしか言えず申し訳ないです。はい、次ででん。あ、お返事が来てる。神沼さん、お疲れ様です。お疲れ様です。片思いしてた人の結婚式に行ってくると言ったものです。うん、無事にオンラインではありましたが出席して笑顔で祝福してくることができました。彼と奥様の幸せな姿を見れてよかったです。自分もいつかそういう相手ができたらいいなと思いながら、神沼さんのような素敵な女性です。自分に考えます。神沼さんが拍手を送りたいって言ったこと、言ってくださったこと本当に嬉しかったです。ありがとうございました。とんでもないです。年々頑張った。拍手を送る。けな、私だったら欠席しちゃうもん。強いよマジで、強い、本当に強い。私だったらもう、うわー、この人が奥さんかーって、もうなんかもう妬ましい気持ちで見ちゃいそう。こうやってなんか笑顔で祝福できることは本当に強いです。強いよ、偉い。伝えてくれてありがとうございます。あ、自分と嫁はお互い初めての彼氏彼女同士で結婚しました。付き合い始めは当時自分が19歳、嫁は16歳でした。でもなかなか結婚する決意ができず、結局結婚するのに7年かかったな。でも今は子供も2人できたし、今もラブラブでした。ってこれさ、前回初恋の人と結婚していいのかどうか悩んでるっていう方がいらっしゃって、そう、それのそれに対して、自分はこうだよっていうのを教えてくださった方、素敵ね。素敵じゃない？19からしてて、16歳から19と16から知っててさ、7年かかったけど今もラブラブですでさ、今もう10年以上きっと経ってるでしょ。素敵じゃない？本当に素敵だと思う。電子機器の近くに加湿器を置いてて壊れちゃいませんか？そう、ここですね。ここに加湿器があって今はオフしてますが、壊れちゃうと思うんだ。そう、そうだよなって思って最近つけてないんだ。最近はね、こっちの空気清浄機でつけてるこの場所を変えればいいんだけどね、こっちに変えればいいんだけど、こっちに置いてある。なんか会社のデスクでもさ、ここにさ、ここに置いてあったの、ずっと加湿器が。からなんかここが安心するんだよね。私は職場の同僚に、なんでやねんとどないやねんを普及させております。だって英国在住です面白い。ロシア人のアルバイトがなんでやねんって言うたびに爆笑します。面白そう。いいよね、異文化交流ってやっぱそういうの楽しいよね。何度も同棲してきたと聞いて、軽い気持ちで同棲できる方の相談に対して説得力がないなと感じました。何度も同棲してきた？私言ったっけ？一回同棲したことありますよ、過去に。説得力があるないは分からんよ私が思ってることを言ってるだけで、この人、この相談者の人を説得してるわけじゃないから、そこは分かんないな、うん、神玉さん、ダマラジオ楽しみにしていました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。冷え性なんですが、何かおすすめの対策ありますか？ちなみに湯船には毎日使っているし、ジムにも通って代謝上げてます。冷え性なんだろうね。私ね、冷え性ではないらしいんだよね。でも今鍼治療行ってて、鍼治療も冷え性にも効くっていうのは言ってた。まあ、東洋医学がその辺あれなのかな、なんか鍼のあれとかであれだけど、冷え性の人って本当にね、あれでしょ、もう感覚なくなっちゃうんでしょ、足の先の方とか。でもまあ冷え性じゃないけど、靴下は履いてる。まあ、ごめんなさい、対策があんま分かんないな。湯船もさ、でも熱すぎたりあれしちゃうと、最近もさ、お風呂から上がった時が一番冷えるじゃない。なんだろうね、なんか湯たんぽ的な古いあー、ごめんなさい、冷え性の対策が。あとは白湯を飲むとかで体を温める。白湯、白湯って何？
白湯って違う読み方あるよね。白湯って何？白湯って読み方あるよね。白湯冷たいものは飲まない方がいいよね。それくらいしかわかんないな。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。あと生姜。私生姜とニンニクが大好きで、生姜のスープとか作って飲んでます。別に冷え性対策とかではないけど、そんくらいしかわかんない。ごめんなさい。すいません。潔癖症の質問したものです。ああ、この方もお返事くれてる。ありがとうございます。尊敬する人からの真剣なのはとても嬉しかったです。ありがとうございました。臭い話、ここ。人によって物の受け取り方は違います。いいところも悪いところも心から受け入れ合える相手に出会えることを信じて、その日のために自分磨きを頑張ります。本当に違うと思う。なんか最近本当に思う。人によってマジで受け取り方違うんだなって。本当に思うよ。いや、それは SNS の話じゃなくてね。リアルな世界でよ。ああ、それそういう風に捉えるんだっていうことがあって、なんか無になった。もうってあら、本当に合わない人とは合わないんだろうね、根本的なあれが、あ、すごい、なんか皆さんダマラジオ更新を待っててくれたのかな。初恋で他の人を経験するか、今の彼かという質問したもので、さっき読んだやつよ。あんなまちゃんの経験アドバイスとても嬉しかったし、ためになりました。覚悟をしてくれてる彼を大事にしたいと思いましたって。あんなまちゃんとお話できたみたいで、とっても幸せな気持ちになりました。そしてイーズスタイルとっても可愛かったです。これからも応援してます。ありがとうございます。よかった。大事にされるって本当に幸せだよね。わかる。かんたまさん本当に大好き。あ、嬉しい。とにかくグッズもすごく、グッズ今はこの年末だからちょっとペースダウンしてるけど、進めてます。たまみちゃんを見てると、こんな風な外見も内面も綺麗なお姉さん。いや、マジでさ、あったかいコメント多いんだけどさ、結構最近さ、自己肯定めちゃめちゃ下がってて、昨日とかね、本当に大変だったの。うわー、自分どうしたんだろう今みたいな、ダメだ、無気力だみたいな、なってて、私大丈夫かなと思ってたんだけど、なんか皆さんに今支えられてる。ありがとうございます。わあ、嬉しい。卒論しながらって思ったけど、何かしながら聴けるラジオじゃねすいません、いつも語りすぎちゃって。購入したリップ3本は先日仕事で受ける。今ワクワクしながら再発達を待ってます。まだかな。早速今日からヘビ。そう、イーズスタイル、ほんとたくさんの方に購入していただきました。本当にありがとうございます。なんか作ってる時にね、なんかこっちの方が世の中的にいいのかなとか、私が発言するとチームの方たちが、神田間さんがいいって思ったものを作った方が一番いいですよ、後悔しないですよって言ってくれて、せっかく作るなら自分が使いたいって思わないと意味なくないですかって言ってくれて、そうだよなと思って、そしたら私自身もさ、ずっとさ、ナーズ使ってたんだけど、なんか PR とかじゃなくて、本当に純粋に今イーズスタイルの3本を毎日、今日何にしようかなって楽しみになってるから、なんかそれが一人でも誰かも思えてくれたら、それはもうありがたいよ。もう感謝でしかないです。ありがとうございます。男ですけどリップ買っても大丈夫ですかって、3週間前に。大丈夫です。もちろん大丈夫です。私はね、化粧が女性のためじゃない、女性だけのものじゃないっていうのをすごい思えた瞬間があって、イベントをやった時に、私のメイク動画を見てメイク楽しそうって思えてっていうので、来てくれる方がいらっしゃるんです。で、なんかその方って、まあ体は男性だけど、すごくね、すごく楽しんでるのよ、自分自身を。化粧を通して、服を通して。だから身だしなみってさ、性別超えていくんだろうね、どんどん。新しいなって、羨ましいって思っちゃって、なんか。で、その最近だとさ、横浜流星さんがさ、ナーズかなんかの
ね、ビジュアルやったじゃない。それもすごいいいなと思ったし、最近っていうかさ、まあ私アベマの高校生の番組をさ見てさ、うわーって思いながらキュンキュンするの好きなんだけど、それに出てた男の子とかもメイクめちゃめちゃ楽しんでてめっちゃいいなと思って。だから男性もさ、メイクしてほしいしさ、してほしいっていうか、どんどん抵抗なくしてっていいものだしさ、女性がこんだけ楽しんでるものをさ味わわないものはない、なんて言えばいいか分かんないけど、なんかそこは全然大丈夫です。はい、なんて言っていいか分かんないけど、そんな男だから女だからっていうのはないよ。ありがとうございます。タイトルのさ、前回のさ、自分の機嫌を自分で取れない人は何歳だろうが大人じゃないっていうのは、これ自分自身にも改めて言ってるんだけど、結構ね、なんか私自身ずっともう良くないなって自分で気づいてること、言い訳を見つけて何かのせいにする、誰かのせいにするっていうのは本当に一時やってて、なんて私ってずるいやつなんだろうってすごい思ってた時あるんだけど、会社でポジションを任せてもらって、こうまあ結果を見てどんどんやっていかないと、結果が全てっていうのがやっぱ会社じゃないですか。こうまあ途中過程で自分の成長にはつながるけど、やっぱ結果を求められるところにいて、だってこうだったもんっていうこととかさ、理不尽に怒られたりとかもさしてきた中でさ、その時にさうえーってなっちゃうのは、それはねなんか違うなって思って、って時になんかここで自分がこう自分の中で気持ちを整理できたら、それが成長だなって思えた時があるんです。で今まで若い時ってムカついたら言い返しちゃったりしてて、それもまあ今年じゃないな、去年か今年か、まあ1年くらい前だと思うんだけど、やっちゃったこともあるんだよ、言い返しちゃったこと。でもすごい後悔したの、言い返さなきゃよかったって。なんかその時の感情で突っ走って、ただ言ってストレス発散ってすごいみっともないと思ってから、なんかムカつくことがあったりしても、それは友達とかにね愚痴を吐くとかは別として、やっぱ自分で自分自身のさ気持ちをコントロールしていかないと、なんか損しちゃうこともあるなって気づけたことがあったから書いた感じ。だから全てにおいて全部自分をセーブしろってわけじゃないんだけど、自分の機嫌をそこでちゃんと自分でコントロールできるようになったら大人だよなって思うから、まあこれも今年経験したことでもあるけど、自分よりも年上の人がすごい感情的になってわーってなってるのを見て冷めちゃったりもして、なんかそうじゃないよなって、これ数年前にもあったんだけど、会社ですごい目上の方がうわーってもうそのなんだろうな、感情的だったヒステリックだったんだよね。ヒステリックになるっていうことはさ、自分で自分をさちゃんとさ落ち着けられてない、こうなんかちょっとふっと一歩一息つけてないとかもあるから、なんかそういう意味も込めて言ったんだから、なんかその全部の状況によってもうこれをね思う必要はないんだけど、なんか本当に悔しいなでもなっていう時に抑えられたとするじゃん。そしたらさ、あ、自分大人になったなとかっていう風に自分を励ましてあげられる方法でもあるから、なんかタイトルにした感じなんです。はい、以上ですうまく言えないけど、なんかそんな感じなんだよね。そう、あ、なんか最後のダマラジオ、そう、以上で相談終わりなんですが、最後のダマラジオ、なんか楽しくウェーってやりたかったんだけど、ちょっと真面目じゃないな、なんかちょっと暗いムードになっちゃったりして、ちょっと年末にちょっとね寂しい感じになって申し訳ないです。はい、まあ今年1年もこうやって動画を更新しまして、私も気づけば
もうすぐ丸4年経つんですけど、なんかこうやって続けてこれたのは今年は本当に思う、本当に本当にありがとうございます。はい、毎年思ってんだけど、 SNS でさ、こうやって発信している意味って、まあ、自分自身が何かを発信したいとかっていうのが根本にあるけど、そこでこうやって続けられるっていうのは、見てくれてる人がいるからそれがモチベーションになったり喜びだったりね、楽しみになってるし、もうしっぽりしちゃうじゃんかもやめてやめて、でもなんかそういう感じなんです。はい、だから本当にありがとうございます。まあ来年は、最初で申したように、最初上半期はコツコツと神田間自身のもっと足りてないところを真剣に向き合う時間にしたいので、日々ね、日々それやんなきゃいけないんだけど、ちょっと知識的なところとかももっと詰めていきたいから、そういうのをやっていきたいと思っております。はい、皆さんはどんな1年でしたか？私はまあすごく右行ったり左行ったり上行ったり下行ったり忙しい年でしたけれども、まあ今年はどん底だったなって思って、あのトータルでね、トータルで今まで経験しない感情にもいっぱい出会えて、なんか本当にいい年だったなって、どん底だからこそいい年というか、もうこれを味わったからには怖いものがないです。あるわ、言うことが怖いこともあるけどまあなんか平和に大阪でやっておりますので、ご安心ください。はい、ですかね。さあ、というわけで、今ですね、深夜2時でございますので、歌うのはちょっと終わりにしてですね、終わりにしてやめといてですね、また来年更新したいと思います。ほんとちょっと暗い内容になっちゃって申し訳ございません。長々と聞いてくださった皆様ありがとうございました。では良いお年を。バイバイ。